このまま、あいつらに任せておいていいと思ってんのか？またその話か。いい加減ダダをこねるのはやめろ。そういう問題じゃねえだろうが。冷静に考えろよ。いいから先代の決定に従え。この非常時に正気か？下手すりゃ一族全滅だ。お前だって見ただろうが、あの化け物の力、今までの比じゃない。だから確実に勝てる方法を考えているんだろう。悠長すぎる。この間にもどんどん被害が広まってんだぞ。わかっている。だからこうしてしらみつぶしに。焼け石に水だ。だったらどうする？あの少女を生贄に捧げろとでも言うのか？そんなこと考えるまでもないだろうが。ネス。ま、あの化け物が生贄捧げられて黙る保証もねえが。伴侶にあれを与えたんだし、別の方法もある。ま、どちらの手段を選ぶにしろ、あの娘にとっては大差ないか。最終手段だ。軽々しく口にするな。なんだ？情でも移ったか？お前まで世俗に毒されすぎだ。あいつらは里に肩入れしすぎてる。特にトラ。正義の味方にでもなったつもりか？あのバカが。大体先代は何考えてんだ。下手に警戒されて、逃げられでもしたらどうする？それならそれで、化け物の動向が探れるだろう。化け物の目的が、本当にあの少女だけなのかどうか、まだ確信が持てない。タヌキはそのくらい腹の内か。わかっただろう。先代も考えあってのことだ。勝手な行動は慎め。特に、お前は名代であるトラ様、竜様を軽視しすぎている。はいはい。先代の指示に従えばいいんだろ？トラ様、竜様なんて言ってても、お前が従ってんのは先代だろうが。お姫様も、もうちょっと自分の立場を考えないとな。あちこちでいい顔してると、痛い目に遭うのは周りだぞ。ま、最終的に食われることに変わりはないけどな。シオ、何してるんだ？どうした？何でもないって顔じゃないだろ。いろいろ。心配するな。あいつを消せば全部解決する。あ、ネズ！わかったっつってんだろ？朝っぱらからでけえ声出すな。ん？
帰ってきてたのか。おはようさん。ネズ、単独行動はやめろ。ったく、昨日の霊か謝罪でも言うかと思えば、口の減らねえガキだな。お前にんなこと言われる筋合いはねえよ。なんだと？ネズ、さっき言ったことをもう忘れたのか。うるせえな、兄貴は黙ってろ。こいつは言わねえとわからねえ。いいか、トラ。また今度昨日みたいなことやらかしたら、化け物の前にお前を消すからな。何よ？まだわからねえのか？後先考えねえから、いつまで経ってもてめえは半人前のままなんだよ。これ以上周りに迷惑かけんなら、先代が何と言おうと、名代の椅子から引きずり下ろしてやるからな。できるもんなら。あ？できねえとでも思ってんのか？大体守るだのなんだの言ってるが、てめえが考えてるほど簡単じゃねえぞ。わかってる。どうやって守りきるつもりだ？どうやって勝つ？一切考えてねえだろうが。偉そうなこと言う前に、てめえの足元見ろ。トラ様、連れ戻しますか？放っておけ。従わないならいても役に立たない。おい、しよう。ん？何の話だ？ああ、なるほどね。ネズ。先代。話がある。来い。わかりました。悪いが、話はまた今度だ。ネズと何話してたんだ？役に立つもの？ネズが言ってたのか？お前はそんなこと気にしなくてもいい。そんなものなくても、あいつは俺が消す。お前の力なんて必要ない。それよりも弱点をついた方がいい。周防先生とも相談して方法は考えてる。人がいる。そんなものだ。だから手伝いとか気にしなくていい。気にするな。周防先生呼んでこいよ。広間に朝食の用意ができてるから。僕は遠慮するよ。うん。姫の朝食が済んだら、おいとましよう。平気だよ。でも、
おはよう、しおちゃん。おはようございます。ます。スオウ先生は。それは構わないけど、大丈夫なのか。しおちゃん、トラの隣の席座ったら？いつもと違う。いいのいいの、今日くらい。座れよ。いただきます。いただきます。いただきます。ます。やっぱお前に作ってもらえばよかった。味が薄いしまずいんだよ、うちの飯。ねえねえ、それってさりげなく嫁宣言？は？朝食作ってくれって普通そういう意味でしょ。ミトもそう思ったよね。え、くだらないこと言うな。くだらなくないと思うけどね。彼女がお嫁さんになったらいつでも作ってもらえるじゃない。そういえばそう。ほらほら、やっぱりその気があるんじゃない。え、そうなんですか、トラさん。違う！猿、お嫁さんもらう。何言ってんだ、お前は100年早い。猿がもらうなら僕ももらう。ミトは？え、そんな、僕はトラ様を差し置いてなんて。シオちゃん、僕のお嫁さんになってよ。ええよ。いい加減にしろ、二人とも。黙って飯食え。あ、後で用意させる。それなら別に気にしないで使っていいぞ。いいなあ、お兄さんと仲いいよね。僕も妹が欲しいなあ。猿いる。猿は男だろ。腹違いのね。牛尾とネズも兄弟。あの二人は先代の息子だよ。俺たちの父親は先代の弟だ。先代は俺たちの叔父で、牛尾と根津がいとこ。先代は子供の頃から長になることが分かってたから結婚が早かったんだよ。後継ぎのためだ。長はなるべく多く子を残すために早く結婚させられる。
少しもらおうかな。ごちそうさま。ごめん、後で食べるよ。ああ。姫？両方かな。はいはい、大神くんかここの屋敷の人に夕方には帰ると伝えてくれる？いくらなんでもこれ以上お世話になるわけにはいかない。頼んだよ、僕は少し眠るから。もう動けるから大丈夫だよ。帰ろう、姫。うん、そうさせてもらうよ。ありがとう。もしもし、しお？なんとなく？ほら、日曜日なのに外に出られないから暇じゃない？本当は行こうかと思ってたんだけど、駅前とか先生たちが巡回してるらしいし。同じ部活の子が捕まって連絡が来た。厳しいよね。ねえ、土曜日に担任が倒れたの知ってる？そっか、シオはなんともないんだよね。なんかちょっと怖いよね。原因も治療法もはっきりしなくて急に発症するみたいだし、うつるのかうつらないのかもわかんないし、うちのお母さんも外に出るときはマスクしてなんて言ってるけど、それで解決するのかもわかんないし、なんかいろいろ考えてたら不安になっちゃって電話しちゃった。ごめんね、くだらないことで。話してたらちょっと落ち着いてきた。わからないことを気にしててもしょうがないよね。そういえば英語の課題終わった？取りに戻ってもやるの忘れてたら意味ないよ。終わってると思う？全然よくないよ。わかんないところがあったらまた電話していい？でさ、落ち着いたら遊びに行こう。いつまでも外出禁止のままなんてことないだろうし。じゃあまたねー。